1996年ロシア大統領選挙は1996年にロシアで行われた大統領選挙である。現職のボリスエリチン大統領が4年の任期満了することに伴い実施されたロシア史上2度目の大統領選挙である。第1回投票は1996年6月16日に行われた。この結果、過半数に達する候補がいなかったため、 憲法の規定により、エリツィンとロシア連邦共産党のゲンナジージュガーノフ委員長の上位2名による決選投票が行われた。エリツィン陣営は、なりふり構わない選挙戦を展開し、政権側の強みを遺憾なく発揮した。さらに3位につけていたアレクサンドル・レーベジを自陣営に取り込み、レーベジ票を獲得することに成功した。7月3日に、 決戦投票が行われ、エリツィンが53.8%を獲得して、当選した。ジュガーノフは、第1回投票で、エリツィンを僅差に追い込むなど前線したもの、以降ロシア連邦共産党は、低落傾向を示すこととなった。レーベジは選挙戦後、論功交渉として、安全保障会議初期に就任するが、チェチェン問題など政権内の権力闘争に敗れ、解任された。 その他、ソビエト連邦共産党書記長、最高会議議長、初代大統領を歴任したミハイル・ゴルバチョフも立候補したが、第1回投票でわずか0.5%の得票で落選した。ありがとうございます。